ボディフォースリープ。ブレーキ整備のミスはマジ危険。ちゃんと勉強してからやらないと重大事故の原因になります。素人が DIY で適当にブレーキ整備した結果とは？はい、では今日のメインはこのブレーキパッドの交換です。これここリアですね。やり方がわからないのでちょっと難儀する可能性が高いです。とりあえずこの後ろの14ミリかな、これ外してみましょうか。でいいと思うんだけどな、違うかな、ここにもあるな。でこの中見てみるとここに2つボルトがありますね。これ多分このキャリパーを固定してるボルトですね。このボルトを緩めればこのキャリパーが動くんじゃないかっていう気がします。このボルトじゃなくてこっちのボルトを緩めていく格好にしたいと思います。これは間違いです。パッド交換ならこのボルトは外す必要はありません。初っ端から間違えてます。大丈夫なんでしょうか。回るわけがない。硬いぞ。14ミリは長いのが本当あったらいいんだよな。ないしな。来ました。やっぱ長さは正義だ。そしたらこっち、やっと抜けました。いやーこっちだよな。ディスクごと外れちゃったけど、取りたいのはこっちなんだよな。謎だ。キャリパーが外れないのは実は初歩的なミスを犯していました。まだそれに気がついていません。ちょっとわからないのでちょっとウェブ調べましょう。どうやらサイドブレーキの解除が必要だったみたいですね。素人リアブレーキ整備の失敗あるある、サイドブレーキ解除忘れでした。で多分少し戻してあげて戻るかな。こんなもん。あ、出てきた。あ、やっと出てきた。あ、やれやれ。取れた。こういう向きでついてたのか。とりあえずこっちも外そう。外れた。はい、でこれが新品のブレーキディスクです。こっちが旧品ですね。まだあったかな。まあでも変えていいでしょう。左側が新品、つけていくんですが、その前にちゃんと掃除しましょう。フルードが漏れてたような形跡はないですね。リサップまでするかな。そんなに汚れてる感じしないね。
確かリチウムグリスですね。よし、そしたら金具がこんな感じでついてたんだよな。なんとか新しいパッドが収まりました。金具がめんどくさいですね。こうなるのがいいんですね。これ新しい、まだつけてないやつですけど、ここに金具があって、この金具が、ここに中に収まるようにするのが正解みたいです。ここで一つ作業を忘れてます。賢明な皆さんならすでにお気づきかもしれません。それはこれでまたこのキャリパー、ピストンを組み付けるんですが、ピストンが少し戻さないとパッドの厚みがあるので入らないはずです。なのでこのピストンを少し戻します。うん、明らかに戻ってない。さあどうしようかな。お店行ってクランプ買ってきました。でこいつはここのところに六角ナットがついてるので、レンチで締めることができます。どんなもんじゃ。あれまだ全然だ。なんで戻らないんだろう。どうせブレーキフルード交換するので、ブレーキフルード少しここを緩めましょう。そしたらピストン戻りやすくなるかもしれないし、戻らないかもしれないけど、10ミリだね。これでやってみるとどうだ。少しオイルが漏れてきた。ようやくキャリパーが入りました。なかなか押し戻ってかなかったですね。この時偶然あることが起きてピストンが戻ったと考えられます。そのあることとは、よしできた。あーやれやれ。ちなみにフルード全く抜かずに作業したんですが、マックスよりも若干減ってますね。はい、では次左側か、左側のリアのブレーキパッド交換いきたいと思います。さっきので分かったので手順は慣れたはずです。ここだけでいいんですよね。14ミリをかけての長さは正義。よっしゃ。ここでサイドブレーキをつけたままだったので外れなかったんですね。よっしゃ、はい、すぐ外れました。パッドはこんな風についてます。金具の位置とかをしっかり見てみましょう。この爪が中に入っているね。反対側も全く同じパッドが入ってますね。ここシムがある。え？通常ブレーキパッドにはシムという薄い板が付いています。
シムは普通使い回しするのですが、右側の交換時に古いパッドから回収して新しいパッドに付けるのを忘れていました。やべ、ちょっと待て、あ、こっちもシムがある。やべ、このシムさっき移し替えてなかったぞ。やべ、しまった。この金具が取れるので外して、それからこの辺を掃除していきましょう。シムをつけるので少しグリスをつけておきます。ほんのちょっとでよかったはずです。そしてピストンを戻そうとするときにようやく気がつきました。謎が解けました。どんだけ押しても入っていかないと思ったが、見てたら分かるんですけど、回すんでした。回すとピストンが戻っていきます。そして見事ありましたということですね。やれやれ、バッチリですね。さっき外したディスクパッドですけど、ここにシムがついてました。これですね、これを新しいのに付け替えます。こっちが内側で、こっちが外側ですね。一回つけたやつなんですが、外しましょう。シムをもう一回よく洗って、もう一回キャリパーを元に戻すと。でも学習したので、入ったね、 OK。 OK、 やっと終わった。これで完成したと思ってますが、実際ちゃんとブレーキは効いたのですが、後日指摘を受けるまで自分の犯したミスに気がついていませんでした。おはようございます、吉政です。前回ブレーキを分解して組み立てたわけなんですけども、ここリアブレーキですね、シムが見えてますけども、今画面の中央にポッチが見えます。これ反対側のシムにもついてるんですけども、ピストンには溝が切ってありましたけども、その溝のところにポッチを合わせなきゃいけなかったということです。これをご指摘いただきました。確認しないで組み立てたんですよね。外れました。こんな向きになってました。で、こっ
チはどうなってるのかというと、パッドのポッチは大丈夫ですね。ということでした。よく見ると、ピストンの十字が当たってる位置が映ってますね。左側か。はい。ああ、結論から言うと、多分合ってますね。はい、これが合ってますね。十字型の跡がついているので、この位置は合ってたということです。この向きで合わせましょうということですね。正しいピストンの向きではピストンのくぼみにポッチが収まります。それに対してこのような角度で組み立てるとピストンによってポッチが潰されるというか、ブレーキがうまく効かなくなるはずです。ブレーキ整備に限りませんが、 DIY 作業を行うときは事前に手順や注意点をよく勉強しましょう。この後ブレーキフルードを交換して車を組み立てました。ついに完成しました。さあ動かしてみましょう。車が軽い。どんどん車が前に出てくることをするような感じ。こんなに軽快な車だったっけって思った。もう金沢の街も日が暮れようとしてます。これであとはユーザー車検に行くだけかと思いきや、車検不適合な問題はまだまだあったのです。その問題の一部は今の写真にもはっきり写っていました。その不合格問題とは、果たして車検に合格できるのか。